これでいいか。はい、今日はですねちょっと懐かしの1986年両国伝説のですね前田明対どんな感じでしたね試合の、前田明のギブアップという決め技シーンというのをちょっと見たいと思います。この試合はですね異種格闘技戦になるんですけどプロレスのルールでロープブレイクロープエスケープがありというルールでですねそこを前田明さんがプロレスの技でマシュラーズのキックの、チャンピオンだったニールソンからギブアップを取るというこの、最後の決め技決めのシーンというのをちょっとやってみたいと思います。はい、お願いします。これまず、ちょっと流れがちょっと思い出せないんですけどもこの蹴りをキャッチしたりとかで前田明が、タックルで、倒しました。はい、でニールセンがこのままロープに逃げようとします。そう必死にこれをですねこのまま、逃げようとするけどこのままセンターに引きずってきてですねこのままアキレス腱固めをかけます。でこの状態で必死にこの足で蹴って逃げようとする。これでそうそうバンバン蹴ってそうで これを前田はですね引っ張ってきてそして最後こういう感じでした。こういう感じでした。はい。はい。さてそれをやってもらいましょう。全然わかんないです。はい。このままタックル、タックルで、そうそうタックルで倒す。お、そう、あ、お、この前ロープレー。一回ロープレイクにさせないように真ん中まで引っ張ったらこっちの方が怪しいな。ほっ、そっ、ほっ、おい、ほっ、そっ、ほっ、そうそうそう、ほっ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 、そうそうそう、ほっ、ほっ、どっちがかかったんすか、どっちがかかったんすか、どっちがかかってますか、どっちがかけられたんすか。どっちがかけられてるんですか。これ決められてるまずいですねこれ。なんでやられてるんですか。なんでやられてるんですか。岩田さん、なんでやられてるんですか。海賊みたいになってますよ。